ほら、皆さん、ケッタール、コメスタン。中米、ホンジュラスから、マサキートです。今日は皆さんに、国名、スペイン語の国名を説明いたします。スペイン語では何というのか、日本語と多少、日本語や英語と多少違うところがありますので、よく覚えてください。まず、日本。ハポン。ハポン。日本人、ハポネス、ハポネサ。スペイン語には男性名詞と女性名詞がありますので、二つの言い方があります。ハポネス、ハポネサ。二つの言い方があります。ホンジュラス、私の住んでいるここホンジュラス。スペイン語では、ホンドゥーラス、ホンドゥーラス。ホンジュラス人、ホンドレーニョ、ホンドレーニャ。スペイン語で H、アチェと発音しますが、H は発音しません。ですから、ホンジュラスではありません、スペイン語では。オ、ホンドゥーラスと発音します。アメリカ合衆国、エスタドスウニドス。ここで一つ言いたいことがあるんですが、日本人がアメリカというとアメリカ合衆国のことをね、指すことが多いと思いますが、アメリカという国はありません。エスタドスウニドス、ユナイテッドステーツオブアメリカ。州の集まりです。エスタドスウニドスでアメリカ。ですから、ここラテンアメリカでは、エスタドスウニドスと言います。アメリカ合衆国と。アメリカというのは大陸の名前です。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸。ですから、こちらの人の考えでは、コロンビア人もエクアドル人もアルゼンチンも、北アメリカ、南アメリカ、このアメリカ大陸全部に住んでる人をアメリカ人という言い方をしています。ですから、特にアメリカ合衆国人を表すのであれば、エスタドスウニドス。アメリカ合衆国人のことをエスタドスウニデンセという言い方をします。アメリカーノという言い方は間違いです。アメリカーノというと、ここすべて北アメリカ、南アメリカ大陸すべての人をアメリカーノと言います。ガテマラ。ガテマラ。これはガテマラです。ガテマル人。ガテマルテコ。ガテマルテカ。エルサルバドル。エルサルバドル。エルサルバドル人。サルバドレーニョ。サルバドレーニャ。コスタリカ。これはコスタリカ。コスタリカ。ね。コスタリカ人。コスタリセンセ。コスタリセンセ。ニカラグア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 人、ニカラグエンセ、ニカラグエンセ。パナマ。これはパナマですね、パナマ。パナマ人、パナメーニョ、パナメーニャ。コロンビア、コロンビア。コロンビア人、コロンビアーノ、コロンビアーナ。メキシコ、メヒコ。エスタドス、ウニドスでメヒコですね。メヒコ。メキシコ人、メヒカーノ、メヒカーナ。アルゼンチン、アルヘンティーナ、アルヘンティーナ。アルゼンチン人、アルヘンティーノ、アルヘンティーナ。ペルー、ペルーですね。ペルー。ペルー人、ペルアノ、ペルアナ。チリ、チレ、チリ人、チレーノ、チレーナ。ベネズエラ、ベネズエラです、ベネズエラ。ベネズエラ人、ベネセロアノ、ベネセロアナ。パラグアイ、これはパラグアイ。パラグアイ人、パラグアイオ、パラグアイア。
コロンブルグアイブルグアイオブルグアイア、まあ大体日本語で言ってるのと同じね国名ですけども、スペイン語で多少違います。これからも少しずつ皆さんにスペイン語を教えていきたいと思います。さよなら、チャオ、アディオス。